きなシマクトゥバは何ですか？チムグクルですね。一つのことをチムグクル合わせてみんなでやり遂げていくっていうのはもう素晴らしいことだと思うので、ハイタイ。今日のうまんちゅワードはこちら。毎年9月18日は語呂合わせでシマフンフンフンの日です。一体何の日なのでしょうか？こちらはハエバル町で開催されたあるイベントの様子。皆さんが話しているのはシマクトゥバ。そう、毎年9月18日はシマクトゥバの日。このハエバルウチナーグチ大会では地域の伝統文化に対する理解を深めようと、幅広い世代の参加者が生活体験や意見などをウチナーグチで発表しました。こうした沖縄の各地に受け継がれてきたシマクトゥバは伝統行事で使われる大切な言葉であり、組踊りや琉球舞踊、沖縄芝居などといった沖縄文化の基礎となっています。ところが近年は核家族化が進み、お年寄りと話す機会が減り、シマクトゥバを話すことも聞くこともできない世代が増えてきています。シマクトゥバを次の世代に残すことは県民の郷土愛の継承につながります。県文化振興課の比嘉さんに伺います。比嘉さん、よろしくお願いします。ゆたさるぐつねげえさびら。うちなんちゅの宝ともいえるシマクトゥバですが、確かに私自身も普段の生活の中でなかなか話す機会がありませんね。そうですよね。そこで若い世代の方にもシマクトゥバに親しみを持ってもらい、未来へ受け継いでいこうと県ではシマクトゥバ県民運動を展開しています。これは家庭や企業、学校、市町村などがそれぞれの立場でできることから取り組み、お互いに連携しながらシマクトゥバを広げていきましょうという運動です。これまでの活動の中で成果は見られましたか？そうですね、それぞれの取り組みによってシマクトゥバを普及させようという意識が高まっております。先ほどのウチナーグチ大会をはじめ、各地でシマクトゥバ教室やワークショップなどが行われるようになってきています。なるほど。このようにシマクトゥバを通じてお年寄りと若い世代が交流を持てるのも素敵なことですよね。他にも小中学校の授業に活用していただこうと、このようなシマクトゥバ特本を作成し配布しております。日常会話が中南部と北部、宮古、八重山、与那国のそれぞれの言葉で紹介されていますので、ぜひ講座やいろいろな場面に活用していただきたいと思います。わかりました。さて、シマクトゥバの日に関連して17日と18日にはご覧のようなイベントが開催されます。皆さんもぜひこの機会にシマクトゥバに触れてみませんか？続いて県からのお知らせです。県ではより魅力的で利用しやすい海浜公園の創出を目指して、うるま市宇堅海浜公園及び南城市あざま海浜公園の指定管理者を募集します。募集期間は10月14日までです。詳しくはご覧のところまで。県では自殺予防と遺族のケアに関する講演会を開催します。当日は自死に関する講演や自死・遺族支援に関わる関係機関の活動紹介などを行います。たくさんの方のご来場をお待ちしています。県では平成28年度第2回消防設備士試験を10月30日に実施します。試験会場は琉球大学宮古工業高校の2会場です。たくさんの方の申し込みをお待ちしています。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者にプレゼントのお知らせです。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントいたします。ふるってご応募ください。うまんちゅ広場はインターネットでもご覧いただけます。こちらへぜひアクセスしてくださいね。それではまた来週お会いしましょう。一平二平デービル。